ハロー、フォトラバーズ。スカイツリーの周りを見る、撮る、歩く。スカイツリータウンを離れ、新垣さんと辰樹さんがやってきたのは下町人情キラキラ橘商店街。これレコーダーさん。あ、こんにちは。こんにちは。懐かしいね。すごいね、これお宝だね。お宝だよ。楽器なんか全然わかんない。買ったことないです。昭和39年から営業している向島電化ハウス。電気屋さんの半分がレコード屋さんになっているというちょっと変わったお店です。すごいすごい、新品新品だって。はは、昔はさ、カメラマンも LP のジャケット撮るって楽しみだった。大きいから写真が。今こんなちっちゃいじゃない。そうですね。ね、うん、キャーいいな。そうそう、今日はね、新垣さんがね、写真上手ならしいのよ。でこう一緒に歩いてね、撮っても見せてもらおうじゃないのと、うん、ね、一発ね、記念写真を撮る。他の人こっち見てください。すいません、これ送りますんで。私も、いいですって言われて、いいです、拒否される。ありがとうございました。ありがとうございます。暑いですから気をつけて頑張ってくださいね。やっぱ歌ってる姿はあまり見たことがない方が。なんかすごい、あ、間違った。いいですよ、でも、うん、こんにちは。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 撮ってくださったんです。これがね、気に入ったらしい。ありがとうございます。すごく天然石で綺麗です。あ、天然石なんですか、これ。はい、なんかすごい。どれぐらいお似合いですか。美人が来る。それぐらいのものですか。いいじゃないですか、うん。ね、夏らしくて、こっち見てください。これがすごい名物なんです。これが名物。お好み焼き。あ、お好み焼き。え、どういうこと？お好み焼きのようにあのおたふくソースとかをかけて食べていただいて。ちょっともう一回言ってみて。なんかそれ。じゃあ食べてみる。こちらのお店の一番人気は一つ150円のお好み焼き店。そこで出来たて熱々にソースをかけていただくことに。美味しそう。あ、ありがとうございます。はい、僕ファンなんですよ。ありがとうございます。あ、すいません。ありがとうございます。冷たいっすね。洗い物してる。お疲れ様です。ありがとうございます。なるほど。どうでしょうか。お好み焼き風の。あ、ピンクが。諸君。ちょうどお腹が空いてる時間。皆さんの視線がちょっと痛いけど全然ひるまないのよね、私は。他人が腹減ってて、どう？お好み焼きだ。どうだね。お好み焼きっていうものは沖縄にもあるの？はい、あるんですか？日本中にあるんだ。あると思います。これ何の番組だったの？食べ歩き？いや、食べは入ってなかった。あ、歩くは入ってたと思うんですけど。歩く、はい、ラッキーなのね、これ。ラッキー。俺たちにとってはね。はい。うん、
いいんじゃないでしょうか。絶対必要です。それで撮影の方は絶好調ですか。あ、絶好調です。はい、じゃあよかった。どうした、全然撮ってねえじゃねえかって言われたら。そのね、じじいを撮ってもしょうがないんだって。こんな寄りで撮らんねえ。こちらは創業なんと大正元年、100年も続く下町のパン屋さん。創業当時からコッペパン一筋で営業しているんですって。ふわふわのコッペパンは1つ120円。熱々か。いや、熱々じゃない、あったかいぐらいです。あったかい、うん、いただきます。いただきます。いかがですか。昔の味です。こんな美味しかったかね。いえいえ、全然こんな甘くなかったね。全然です。これはだから運動よくしてるんでしょ。そうです、そうです ね。昔の材料は今ないですからね。今もうないんですよ ね。で、それで一緒に脱脂粉乳のさ。そうです、そうですね。あんなもんまずかったもん。そうですね。かまごらになっていますか。そう、いいね。おー、はい、どうぞどうぞ。ちょっとじゃあ拝見。狭いから、はい、すいません、どうぞ。おお、これ、うん、お店の奥にあったのは昭和23年から使い続けているというガス釜。毎朝7時から76歳のお父さんがこの釜でコッペパンを一つ一つ焼いています。これはガス。ガスです。当時はね、あの停電が多かったんですよ。それで途中で停電されるとね、パン困っちゃうもんで、そうだね。けどちょっと火つけてみましょう、ね。はいはい。すいませんね。ありがとうございます。これももう部品が壊れたらおしまい。ああいうふうになるわけ。ええ、うん、両サイドそうなるんだね。分かった分かった。そういうこういう釜でさ、程度のいいのが出たら欲しいと思う。いや、今思わないです。もう嫌だって、お母さん。もう嫌なの。私も年ですからね。丈夫ですよ。そう思うとね、神さんはね、上手に使えばね、ああやって持つんです。ああやって持つね。もうおしゃれなもんだったんだから、パンなんてものは、ね、昔のパン屋ってのは大体ね、うちみたいな店が多かったんです。今見てみんなね、ハイカラで、そういうああいうだからパンそのものがもう全て違ってきました。そうだね。じゃあご夫婦でパッと1枚だけ、え、あのひね、え、あ、こっちに回る、これでね、その辺で、はいはい、はい、ありがとうございます。失礼します。はい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 、はい、それ行きましょう。はい、そのもんで、はい、いいじゃないですか。ちょっとお母さんの肩に触るとかなんかそういうのありますよ。やったことない。やったことない。緊張しちゃう。はい、はい、ありがとうございました。どうも。このお店に、はい、行きましょう。あ、すいません、お邪魔します。スカイツリーの周りで見たことのない世界を撮ってきた今回の散歩。カメラに詰まったたくさんの出会いを形にしていきます。一体どんな写真が生まれたのでしょうか。結構撮りましたよね。結構撮りましたね。はい、どれぐらい撮っただろう。これが今日撮ってきた写真なんですけども、はい、こちらが荒垣さんです。はい、寄ってるよね。寄りたいですね。ね、
でも俺嬉しそうじゃないですか。すごいいい顔されてるんですね。なんかそれが嬉しくて、うん、いや楽しい。何してるんですか。これちょっとシリーズになってます、ね。あ、シリーズになってるの。はい、おそうなの。すごいな。この流れですから。このメガネすごいよね。でもこれぐらいのアップがすごい好きなんです。うん、人の顔を撮る、うん。あ、そうだね。はい、うん。で、水族館はこういうの。だからガラスっぽいものがあると映り込みってあるじゃない、はい、それで実体じゃないんだけどその方がこのもやなんかに本当にいそうな感じがするじゃない、うん、ね、いやちょっと不思議ですね、うん、なんかブラウスを着た人形みたいな、うん、で本人に言ったら喜ぶね。人形じゃないんだけどこういうものに普通寄らねえんだよね、うん、そうなんですか、まあ、普通っていう言い方変か。でここまでこう寄っていくとさ、これほら電球なんだけど、はい、もう電球の域を超えて見えるじゃない、なんか寄りで、それでうっすらと関係者が映ってるところが、もっともっとくっきり映ってほしかったです。いやもう亡霊だからこれぐらいでいいんじゃないか。実体のない人たちですからあれでほらニクロム線みたいのがちゃんとさピントが合ってるとこが最高だよ。これごく普通の写真なんだけどすごい瞬間だよね、うん、この真ん中の人のさ、多分この人と一日暮らしてもこれが一番いい表情だと思う。ギャーッとなってないじゃない。そうです、ね、笑って目が見えないわけじゃないじゃない、うんうんうん、でおすましの寸前っていうほどギクシャクしてないから、うんうんうん、これはすごいポートレートとしてはいいと思います。ありがとうございます。人質的な面を免除してあげればもっと写真が広がっていくわけじゃない、はい、で3人のおばちゃまたちも、はい、やっほーと笑ってくれたけど、はい、ああいう人たちが写真をパンパン写すような時代が来れば面白いなと俺は思ってるんだけど、その先陣を切ってください。どういう風に写るんでしょうね、はい、何撮るんでしょうね。みんなだからなんかこういうのから始まっちゃうっていうか、ああそうか、ただもっともっとこうすごくなっていくっていうのがあるじゃないですか。おもろいですよね、写真。楽しいです、ね、初めて2人で歩いたスカイツリーのある街、カメラの中に集めたたくさんの出会いとたくさんの笑顔が2人の距離をちょっぴり近づけました。写真を愛する気持ちがつながった瞬間、フォトラバーズ。